はい、トイプードルのつばきちゃんですね。レントゲン撮っていきます。伸ばしてぐーっと伸ばしてください。肩甲骨に合わせます。もうちょっと上、そのまままっすぐ後ろに伸ばしてください。肩甲骨ここだからね、ここが真ん中に来るようにだから、重かってるよね。だからそこに合わせるようにまっすぐちょっとそっちに引っ張ってもらっていいですか。もうちょっと引っ張ってもらっていいですか。そう、本当にそれでいい？名前がおかしいよ。ずれたままやらない。ずっと切れちゃうから。はい、次腹部のラテラルいきます。せーの、よいしょ。はい、腹部はおへそが真ん中にきます。おへそです。おへその真ん中、もうちょっと足を下にですね、下にですね、はい、バランス考えて、腹部、はい、ぐーっと伸ばして、おへそが真ん中に来るんですね、はい。名前がさ、すごく向こうに寄っちゃったりすると読めなくなっちゃうから、なるべく常にね、はい、常に。よし、抱きます。はい、では足を前、手をぐーっと横に引っ張ってください。胸部から取りますって、ここが真ん中に来るようになので、ここ真ん中に来るように伸ばして開いてください。いいですか。はい、胸部がここ。ないポジションが分かる？頭と、うん。そうなんだけど、さ、頭は自分がやるからいいです。はい、横に開いてください。いいですね。はい、で、胸部は肩甲骨が真ん中に来るようになるので、肩甲骨はだいたい肩のここが肩甲骨真ん中に来るはずなんですよね。だからもうちょっとこっちに来ないといけないんですよ。いいですか？はい、ごめんね。
なのでもうちょっとこっちに来るのでそっちにばっかり引っ張りすぎないでください。はい、ごめんね。はい、交換してください。はい、次逆さましますね。さあちゃん頑張ろうね。さあちゃん頑張ってます。待って。一緒にやらないといけないので、もうちょっと体自体そっちに、はい。全部体が乗っかるようにしてください。はい、いいですね。はい。じゃあそのままこれ自体をこっちに、はい、いいですか。はい。おへそが真ん中に来るように、はい、いいですね。おへそが真ん中に来るようにですね。はい、もうちょっとそっちですね。はい。これ自体を動かしましょう。はい。いきまーす。ぐーっと引っ張ってください。引っ張ってください。腹部の。すぐしてね、ねじれちゃうから。はい、そう、1個です。とわちゃん、とわちゃん、とわちゃん頑張ろうね。まっすぐ立ってる。OK です。はい、離してください。OK です。行きます。椿ちゃんレントゲン頑張りました。だったね。はい。